今ね、レイドが起き始めました。自分の拠点ではなく隣人がやられてます。多分ね、あそこの拠点のやつだな。助けてやる。隣人にはまだいてほしいんだ。矢倉のやつ、うわ、死んでねえな。隣人もアクティブっぽいっすね。ボルワクで迎撃してるっぽい。あ、バレたな。何人組なんだ？4、5人でやってるぞ、これ。ちょっと高速弾撃つ準備しよう。隣人生きろ。強く生きるんだ。撃ってるね。いやー、見てんな。注射器使うのはもったいないっすね。隣人頑張れ。めっちゃ、エイム置かれてんだけど。太陽が眩しい。二人で見てきてる。隣人は防護スーツだから撃たないのかな。一回自殺して。自分のサブキャ狙ってたのかなと思ってたんですけど。撃ってるね。逆光でマジ見づらい。いや、マジで見えねえんだけど。相手の拠点真っ黒じゃん。え？なんも見えない。2発撃たせたら顔出せる。撃ってるな、ロケット。耐えてくれ。相手レーザーサイトつけてるから、いけ！やられた。まあ相手少なくとも4人はいますね。当たんねえ。別地介入してきてくんねえから。明かり消したな。夜は本当に見えない。まあでも人数多いとはいえ、あの規模の拠点をずっと維持するの絶対だるいと思うから。俺全然違うとこ撃ってたな。なんで見えてんだと思ったけど、もしかしてスキンが光ってる？このボルワク光るっぽいな。隣人は何もしてないっぽい。あとロケット鳴らなくなったんで、もしかしたら脱ぎ切ったかもしれないですね。あそこもアクティブだったら展開は熱いんだけどな。2発目当てれてたらな。今漁ってるやつの中で3人いて、拠点に1人か2人だな。けどね、あそこの拠点の人たちね、ずっとログインしてるから、こんだけ人数いたらこの辺の拠点、淘汰されるのも時間の問題だな。定位置つき始めた。一人だったら打ち勝てる。けど二人見てたな、今。二人見てたらきつい。おい、隣人、抗え。なんで俺が抗ってんだ。顔出さんくなったか。いるわ。まあ、しかもこれ見る感じ、相手めっちゃ回復してんな。
帰ったのか。帰るタイミングでロケットの高速打ちたかったんだけど、二人見始めたな。ロケット高速弾打ちたかったけどな。あんだけロックされてたら打てないっすね。隣人がもうちょっと顔出してくれれば相手の意識分散させられるんで打てるけど。めっちゃ見てるな。やば、二人ガン見してる。あんだけガン見してるから第二拠点で湧いて、ワンチャン拠点近づけるんじゃないかな。まだバレてない。こっからだな。こ、うっそ、見られてたか。今なら撃てるぞ。いや、めっちゃ見てるな。やば。完全に上二人は俺ロックしてる。外したー。そう。何人いんだよ。え？ドローンで購入されてる？何が売れたんだろう。ガレージドアが売れてます。そして、前回ね、外壁を巻いたんですけど、バリケード一つ置いて、そこのタンス柱にね、もう一つ、このバリケードを置こうと思ってたんですけど、まあ、その準備をしてたら、レイドが起きたと。今もロックされてるかな。そして、思ったより邪魔が来なかったんだよな。ロックされてた。オーブンバリケード設置できねえな、これ。あの人たちずっとロックしてる。やば。ボルワクとエルクロで。まだやり合ってんのか。もう一回撃たれてやろう。うまっ。第二拠点で開けました。第二拠点もね、抜かれる対象ではあるんで、この拠点には極力アイテムを残さないようにしておきたいと思います。宝具棚にもそんなに資材入ってないですね。でね、ちょっと確かめたいことがあって、あそこの木の外壁巻いた拠点、風化してるんだよね。あそこの拠点は、自分の拠点とね、すごい構造が似てて、割と親近感を覚えていたので、まあ、ちょっと気になっていた。抜かれたわけではないのかな？簡単に侵入できた。でも、はしごかかってるから取られてるっぽいな。なるほど。しかもこのチェストのスキンも、いつも自分が使ってるスキンだし。取られた後っぽいな。ああ、なんだ、ここもやられてるんだ。セミライ。金属の鉱石線。まあ多分この奥も見られた後だろう。もらえるものはもらっとこう。美味しいじゃん。え？めちゃくちゃカボチャある。幅近かったっけ？え？まだあるじゃん。諦めずに確認して正解だった。もしかしたらまだあるかもしれないということで。建築して。さすがにないか。なるほど。この奥の木箱って見られたのか。見れないよな。ああ、見られてるわ。この拠点は何なんだろう。出入り口とかそういう感じか。まあなんかわからんけど、食い物的に潤いました。よし、無事帰宅。やばい、入れるところがね。もう2、3パート前ぐらいからね、言ってるんですけど、まあ、抜かれる前に、レイドは行っておきたいですね。今だったらロケットランチャーの弾8発ぐらいはクラフトできるんじゃないかな。